はい、皆さん、こんにちは。チームハロンズ、黒川です。注目材料3分で解説します。はい、3月24日、22時45分にアメリカで3月サービス業、購買担当者、景気指数、PMI、速報値が発表されます。はい、この指数は購買担当者らにアンケート調査した結果を えー、まとめたデータということで景気の方向性を探る上で市場関係者は注目しております。はい、景況感の好不調は50を上回れば好調と判断され下回れば不調と解釈されます。はい、同様の指標に ISM ・アメリカ供給管理協会がまとめる ISM 景況指数がありますがそれよりも公表時期が早いため速報性が高いとされております。では早速見ていきましょう。 はい、3月の、えー、サービス業購買担当者、景気指数 PMI 速報値を見る上でのポイントは3つということで、まずは1つ目、はい、2月は50.6と、8ヶ月ぶりの景気判断の分かれ目である50を上回りました、暖、は、冬、い、の影響で外出機会が増えたことなどがヘッドラインを押し上げた要因とさえました。 はい、また、先行きに関して楽観的な見方が増えるなど、アメリカのリセッションリスクの緩和が意識されました。二つ目です、はい。同様の指標である2月の ISM 非製造業指数も55.1と2ヶ月連続で50を上回っているほか、消費者センチメントも足元は底堅く、アメリカ国内の景況感は年明け以降改善傾向が続いていると言えそうです。 3つ目です。はい。しかしながら、3月10日のシリコンバレー銀行、12日のシグネチャーバンクの破綻による外部環境の変化が懸念されております。アンケート調査は通常、該当する月の10日頃から20日頃にかけて行われるため、 一連の破綻が企業センチメントに影響を及ぼしていても不思議ではありません、はい。金融不安が瞬時に需要を消失させるほどではないため、足元の景況感はそれなりに保たれていると考えておりますが、余震状況の引き締まりなどから先行きの不確実性の高まりが企業マインドを圧迫してもおかしくはありません。 はい、市場予想は50.2と2月の50.6から小幅に低下する見込みとなっております。はい、チームハロンとしましては利上げによる借り入れコストの上昇、今後の予診評価が厳しくなるなどの不安が企業マインド全体を抑制すると考えておりまして発表直後ドル円は下向きに反応すると考えております。こ、はい、こちら直近10回の結果ということいい。うです。ご参照ください はい、右のバナーのチームハロンズ視聴者キャンペーンのご紹介です。youtube 概要欄から口座開設をすると通常の口座開設特典2000円と新規取引が回1万通貨 16t 以上でチームハロンズ視聴者キャンペーン特典5000円と合わせて7000円プレゼント中です。さらに取引業に応じて最大30万円合わせて30万円のキャッシュバックとなります。詳細は youtube 概要欄のリンクより先のページにてご確認ください。 はい。ご案内しました通りり、24日22時45分、アメリカの3月サービス業 PMI 速応値が発表されます。はい。21時開始のライブ配信番組内で3月サービス業 PMI 速応値の結果と市場の反応をリアルタイムでご紹介させていただきます。はい。また、リアル講座で結果を受けて、アスキャル取引も行う予定となっております。開催 URL は番組最後に貼り付けてあります。お時間がありましたら、ご視聴の方よろしくお願いいたします。最後にグッド ボタンチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日は以上となります。